こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはジャガースピードスーパータイム。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくジャガースピード行きました。続いて前へ行くのはスーパータイム、さらにはマウンテンチャンス、6番ダイタクヘリオス、その後ろ前に戻りましょう。先頭はダイタクヘリオス、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。その隣にスーパータイム、ジャガースピードすぐ後ろ、この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。それでは先頭から、先頭はダイタクヘリオス、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。その外からウィナーズジュノー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはダイタクヘリオス、さらにはマウンテンチャンス、前はダイタクヘリオス、ダイタクヘリオス、さらにリードを広げました。2番手はマウンテンチャンス、さあダイタクヘリオス、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はダイタクヘリオス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダイタクヘリオス先頭、後続は大きく離れた。2番手はウィナーズジュノー、ダイタクヘリオス独走、ダイタクヘリオスぶっちぎりです。ダイタクヘリオス1着、2着はウィナーズジュノー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはディートスカーレット、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくディートスカーレット行きました。続いて前へ行くのはビッチオペラ、さらにはダイヤモンドグロー、14番サードブレイク、その後ろ前に戻りましょう。先手を取ったのはディートスカーレット、2番手に8番ダイタクヘリオス、これに続くのがビッチオペラ、内からはダイヤモンドグロー、黒の帽子サイドウッド、その後ろすぐ後ろにクロスパス、さらにはエリザベスフレーム、その外にアポロガイドブック、その外からカリビアンミネルバ、すぐ後ろにレガシーオブレディ、赤の帽子ソウルマーブル、その後ろこの辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はダイタクヘリオス、ヒートスカーレット、ほとんど差がありません。サードブレイク3番手、さあダイタクヘリオス逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はダイタクヘリオス、サードブレイク、その後ろその隣からはヒートスカーレット、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ダイタクヘリオス先頭、後続との差は3馬身以上、このリードを保てるか。あと 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ、後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はウィッシュサミット、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ダイタクヘリオス1着、2着はウィッシュサミット、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マダムビグラス好スタート、綺麗なスタートを切りました。シャダイード前に行きそうです。マダムビグラス、それに続いています。さらにはウィンドピアリス、7番クリスマスグローリー、その後ろ、それでは先頭から、先手を取ったのはマダムビグラス、それでは先頭から先手を取ったのはマダムビグラス、その外にミスティコ、黄色の帽子クリスマスグローリー、その後ろ好位置をキープしています。ダイタクヘリオス、その外からベスト K ポイント、ピンクの帽子シャダイード、その後ろその隣にダイナマイトウィッシュ、その横にウィンドピアリス、その外からレッドフォード、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭は依然として1番マダムビグラス、クリスマスブローリー、ほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってダイタクヘリオス、ダイタクヘリオス先頭、2番手はミスティコ、追いすがる、やはりダイタクヘリオス先頭だ、残り 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はミスティコ、ダイタクヘリオス今ゴールイン、
段違いの強さです。大宅ヘリオス1着、2着はミスティコ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。大宅ヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠のワイドバトルゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。スタビライザー好スタートを切りました。レッツゴーターキン、この馬も好スタートを切りました。ツインターボ前に行きそうです。これに続いて藤山健山、スタビライザーそのうちに続いています。その隣にレッツゴーターキン、その外から善良役者、これに続くのがナルシスノワール、スワーブダンサーそれに続いています。すぐ後ろにノーコンフィデンス、少し離れてマリエンテ続いています。その隣にノーモアスピーディー、その横にトシグリーン、ヘガシーフィールドそれに続いています。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。さあ先頭はまだ6番ツインターボ、リードは6馬身ぐらいあります。ツインターボ一人旅、さあ直線に入りました。これからの勝負、ツインターボ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はツインターボ、ツインターボいっぱいになった。やはり大宅ヘリオス先頭だ。あと 200m、 大宅ヘリオス後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。大宅ヘリオス1着、2着はツワーブダンサー、大宅ヘリオス見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また一頭名馬の誕生です。